こんにちは、戸田誠です。AV 女優をやっています。今みんな消費されたがってるのかなって思う時があって、消費したがってるのかなって思う時があって、それは私がやっている AV 女優ももちろんそういう世界で、ミス ID を受ける女の子たちが目指してる、目指してる子も多いんですけど、アイドルさんもそうで、それはずっと昔から私が生まれた時にもうとっくに手遅れになってたような事態で、それがずっと悲しくって、生まれた時から誰かに認めてもらえないと自分のことを好きになれないなんて思う人がいるの。それは女の子だけじゃなくってみんななんですけど、そういう人もいっぱいやってきて、私は誰も自分を愛してくれないと思った時、必死で自分を愛したからギリギリ今生きてここに立ってるんですけど、漠然としてるかもしれないんですけど、一人でも自分のことを好きになれない人っていうのがこの世に一人もいなくなればいいって、物心ついた時から家族にもクラスメートにも世界中の人にもずっと思ってて、変な綺麗事言ってるなって今まで散々言われてきても、全然綺麗事じゃなくて、どうやって自分の胸の内をいくら探しても、それが多分それだけが私がずっと本気で思ってる一つのことで、そのために何をしたらいいのかなってずっと生きてきたんですけど、自分自身を絶対に嫌いになってしまった夜もあるんですけど、でもそのためには自分が一番光らなきゃいけないなと思って、説得力のある人間にならなきゃいけないなと思って、普段思っていることは普段書いている言葉に落としているんですけれど、それでも自分が一番光らなきゃいけないなと思って、階段を3段飛ばしとか10段飛ばしとか100段飛ばしとかで行く方法はないかなってずっと探していて、そのうちの一つにでもなったらいいなって思ってミス ID を受けました。私は映画を撮るのが夢です。見た人が自分のこと好きになれるような映画が撮りたいです。 AV 女優が映画を撮るってそう簡単にはいかないなと思ったから、根拠が欲しくって受けました。アイドルになりたいわけでもアイデンティティを探しているわけでもありませんが、多分何でもやらなきゃいけないんだと思います。あなたがあなたを嫌いにならないなら私何でもしますって、今もちょっとこの動画が公開されるかもわからないけれど、されている時もずっと思ってます。多分それだけを。以上です。この前聖子ちゃんとのツーマンの時初めてお会いして、なんかびっくりしちゃって、それから多分3日ぐらい金子理恵さんのことしか考えられなかったんですよ。で、なんじゃこりゃと思って、そこは楽屋で、あ、そうなんです、こうやってしゃがんで、結構ヤンキー座りみたいな感じ、あ、そうなんです、しゃがんで、で、戸田誠ですって言ったら、爪、綺麗ですねって言うんですよ。で、その爪、オフしに行った時ちょっと泣きました。
それでなんかアイドルになってしまいました。